生きた方がマシに決まってんだろ。29歳人生終わってる無職です。何のキャリアもありません。死んだ方がマシですか？なんでだよ、29歳で無職ぐらいで。なんで死んだ方がマシなんだよ。無職で29歳でなんとなく生きられてんだから余裕だろ、もう。楽勝じゃねえかよ。そんなもん。何が人生終わってんだよ。終わってねえよ。まだ始まってねえんだよ。こっからだろうが。29歳。俺も無職だったわ。で、39歳でギャルのデビューしたわ。なめんなよ。こっからだぞ、人生。本当に世の中とか人生どうなっていくんだろうって、もういろいろやっと理解して、なるほど、こういう仕組みかと。じゃあ何するべきかって真剣に考え始めていい年だと思うぜ。29なんて。働いてる人たちもそうよ。もう一回考えるべき年だと思うぜ、俺29歳。どういうことしたら自分の人生がより豊かになっていくのかとか。ただ会社が用意した仕事をこなして、お金をずっともらっていく30年をこれから過ごすのか。弱っちゅうこと言ってんじゃねえぜ、おい。